まあ、田中誠は今日は札幌中山雅史選手がいるので対戦非常に楽しみだという話をしていました。共にジュビロ磐田、そして日本代表でプレーしてきたベテラン選手。さあここはルーズボール、再び手前長里です。羽がついていく、手前落として中島からクロス、いい、ね、ヘディングシュート、これも決まった。大久保のゴール、2点目が入りました。アビスパ福岡、まあ、石崎監督、中島のアーリークロスは気をつけたいという話もしていたんですが、ここ中島からいいボールが入りました。そして190センチ大久保の高さが生きた。今のプレー、木島さんいかがですか。いや、大久保選手強いですよ、それと